ディーン・フジオカさんの再登場って、ないですよね。急に思い出したものですから。もうちょっと、ちょこちょこ出てきてもよかったんじゃない?と思って。園子ちゃんを亡くした悲しみ、見ているのが辛かったけど、時間をかけて描いたのが、このドラマのいいところなのでしょうね。史実では、まだ亡くなった子供がいるようなので、いつ、どのように亡くなられたのかは、調べていないのですが、毎回、このようなことはできないでしょうけど、それでも、万太郎と寿恵子が、子供を愛しているのがよくわかります。だから、子だくさんだったのかな?その前に、作らないようにしようと、思うかもしれませんね。万太郎の人柄になってくるのかな?第92話のあらすじです。松に支えられ、末子は第二子を出産。万太郎は、赤ちゃんの長寿を願い、千歳と名付けた。そんなある日、ロシアから、マキシモビッチ博士が、亡くなったとの知らせが届く。ロシア行きを断念した万太郎は、今、自分がやるべきことをやろうと決心する。まずは、大学に寄贈する標本500点を、用意しようと意気込んでいるところに、竹尾と綾がやってくる。